谷翔平が悔しさあらわに、ヘルメット投げつける。大谷翔平が28日のマーリンズ戦で、チャンスで打てない悔しさからヘルメットを投げつける珍しい場面があった。試合は9回裏、ノーアウト1塁というサヨナラの大チャンスで大谷翔平の打席が回ってきた。地元ファンの声援も最高潮に達した。しかし、大谷は初球を積極的に打ちに行き、150キロの高速シンカーを捉えたものの三塁手の正面となり、不運にもアウトとなった。惜しくも凡退した大谷はベンチへ下がるとヘルメットをゴンッと用具置き場へ置き、悔しそうに手袋を外し紙コップに入ったスポーツドリンクを飲み干した。そもそも大谷はこの試合の終了時点で5勝を挙げ、防御率も再び2点台、奪三振は90という驚異的な数字を持っている。そんな選手がサヨナラを期待される打者ということ自体すごいのだ。かなり惜しい当たりだったな。サヨナラのチャンスだったから相当悔しいだろ。チームの勝利の全てが大谷次第ってとこあるからな。やっぱり疲れ溜まってきてる？あれだけ投げて打って走ってるもな。トラウタニが沈黙したら勝てない。たまにこういう日もあるよー。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。